株式会社シャルレは女性用下着を中心とした医療商社。連鎖販売取引や代理店、特約店による訪問販売形式で商品を提供している。近年は訪問販売以外にも力を入れており、インターネットやカタログによる通信販売もある。2014年9月には同社初の店舗であるチャールザストアウェイバックマシーンを 大阪市中央区日清西新西橋に出展した。本社は、兵庫県神戸市須磨区八坂台3丁目一番2号。私たちの近いと称し、女性を元気にする、日本一のグループへ、お方針として運営。社名は、創業者の林正春が好きだった、フランスの俳優シャルル・ボワイエに由来し、シャルルから自覚を考慮して一角減らし、シャルレとなった。 ツイッターアカウントとインステイングラーアカウントを保有する。ツイッター、https コロンスラッシュスラッシュツイッター .com スラッシュ CHARLEOfficialInstagram、https コロンスラッシュスラッシュ www.instagram.com スラッシュ CHARLEOfficialJP。HL イコール JA シャルレのビジネスモデルは代理店や特約店と呼ばれる。 ビジネスメンバーを通じて販売している。代理店や特約店は試着会と呼ばれるホームパーティー形式で商品紹介をする仕組みで、顧客は試着をした商品の中から気に入ったものがあった場合のみ予約できる。予約した商品は後日納品され、その際にも着用、使用方法や商品のケア方法等のアドバイスを受けられる。百貨店、 小売店ルートでの販売は実施されておらず、通信販売、シャルレウェブストアにて購入可能。代理店や特約店と呼ばれる人たちは、元は一般消費者で、シャルレ商品を気に入った人が販売するネットワークに加わる。シャルレから5割あるいは6割で製品を仕入れ、友達や知り合いにホームパーティー等で商品特性を説明、試着、フィッティングアドバイス等をしながら、 販売実績に応じて代理店や特約店になり、代理店の一部は法人化、会社設立を行い経営者として取引を行っている。2006年に2004年から社長に就任していた三谷裕子が大株主である創業家により解任されている。三谷が社長に就任していた時の業績は連結決算で、と売上高ではマイナス100億円以上の減収。 純利益面でも赤字になっていた。この状況に危機感を抱いた大株主でもある創業家の林、勝也が三谷社長を含む取締役全員の解任動議を発議することになった。ただし、連結純利益の赤字要因は、後日の退職慰労金も含んでの数値である。経営人、創業家両者の溝が埋まらないまま、二千七年六月十七日に、 神戸コンベンションセンターの神戸国際展示場で第32回定時株主総会が開催され、林克也の同義に対して創業家側の株式保有56%を上回る84.15%という圧倒的多数で可決され、三谷社長を含む取締役全員の解任が決まった。この解任劇は三谷、優子のタレントとしての知名度もあって、 マスコミに連日報道されて大きな話題になった。2008年9月19日にマネジメントバイアウト実施を発表。創業家の資産管理会社でシャルレの大株主である2社をモルガン・スタンレー系の投資ファンドが設立した株式会社トゥモローが創業家から買い取り、この2社が株式公開買い付けを実施し、買い付け終了後に創業家が株式会社トゥモローに 出資をして、モルガン・スタンレーが51%、創業家が49%の株式を保有するというものであった。取締役会は、運動実施の公表に際して、これに賛同する旨を表明していた。しかし、後に内部通報により、この決議に、利害関係人である、林克也社長が関与し、買い取り価格を低く誘導していた疑いが明らかになる。 そこで同社は10月26日にこの調査のために外部の有識者からなる第三者委員会を設置し10月31日に第三者委員会は利益相反行為があったとの疑念を払拭できない旨の調査報告を行う11月18日に大阪証券取引所が改善報告書の提出を請求したため12月2日に 改善報告書を提出したものの、不十分として12月16日までの再提出を求められた。これと同時に、12月2日には、取締役会が、運母の一環として行われる公開買い付けに対して、賛同を撤回する、胸の意見を表明するとともに、代表執行役社長である、林克也を解任した。1年半の間に2代続けて社長が、 解任されるという事態となっている。この経営混乱から、母への資金提供を予定していた三菱、東京 UFJ 銀行が予定されていた最大116億円の融資を中止。TOB の期限は3度目の延長がされ、株式会社トゥモローは新たな融資先を確保しようとしたが、外部の融資先は確保できず、最終的には、 出資元のモルガンスタンレー系の投資ファンドからの融資を一旦実質的に確保した。ところが、前述の林克也社長の解任を契機に、株式会社トゥモローが創業家に請求して応募を中止させたことから、2008年12月17日に買い付け予定数に達しなかったとして TOB は不成立となり、うぼは失敗した。 といをめぐる一連の騒動で同社が損害を受けたとして、同社の株主の一人が、同社の当時の社長で創業家出身の林勝也ら、休憩陣を相手取り、神戸地方裁判所に株主代表訴訟を起こした。2014年10月17日に、同地裁は、林とその母親である、 林博子に対し、運動に伴う経費など約1億9700万円を支払うよう命じたが、同社の信用基存については否定した。会社を創業させた林夫婦に退職慰労金として計18億円が支払われていたことに批判がある。特に林博子の8億9500万円の退職慰労金を支払うことで7億7700万円の 特別損失を、計上2007年3月期連結決算は4億4000万円の、投機赤字になってしまった。本来、退職慰労金は、業績と連動した形で支払われるべきだが、赤字にしてまで、多額の退職慰労金を支払うことに対して、会社を私物化している、株主重視の流れに逆行しているなどの批判の声が、大きかった。様々な分野で、人、地域、 社会に貢献している女性、もしくは女性を中心としたグループを対象に、シャルレフェローシップを実施し、応援金によって支援している。2004年より、乳がんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝えるピンクリボン運動をスタート。2005年からは、ピンクリボンスマイルをクに参加。また、 ピンクリボン対象商品として5デーズショーツの売り上げの一部を活動に当てている。兵庫県は農産村の活性化を目指し、過疎、高齢化に悩む地域と企業による社会貢献を結びつける企業のふるさと支援活動推進事業を推進。シャルレはその第一号として、篠山市辻集落の辻栄農生産組合、篠山市。 兵庫県と4社で協定を締結。シャルレの社員及びその家族が、辻集落の特産品である黒大豆の定食、草引き、収穫や、地域のイベント等に参加。農地域への理解を深めながら、美と健康づくりの実践、発信。省エネルギーや、ヒートアイランドの緩和を目指し、シャルレのポートアイランドビリでは、屋上や壁面など、 敷地面積の50%を緑化。また、クールビズボームビズに貢献する商品の開発、提供や地球温暖化防止に取り組むチャレンジ25への参加など、積極的に地球温暖化防止に取り組んでいる。売上げの一部、また、全国のビジネスメンバーから義援金を集め、支援。自社商品の寄付や子会社、株式会社シャルレライテックの LED 蛍光等寄付。 2011年秋発売商品の一部を東北レインボーハウス建設のための寄付等による支援などを実施。ありがとうございます。